森川が中段のインコース、今度はその中段外から森沢がまず前から前へと上がっていきます。鐘が入りました。森沢のラインが前へ出て、1番の伊藤、4番手の外、一方8番手から3番の森川、ペーススロート見て一気にホーム叩いていきます。残り1周回となりました。主導権は2番の森沢から3番の森川に変わりました。2番手は森沢と石井の並走、もう一度森沢が内から盛り返していこうというところだが、結局単独の2番手になった。今度はここから1番の伊藤がまくっていく。3コーナーから4コーナー、しかしちょっとまくりきれない。4番手からストーが巻き返すがどうか。直線コース、3番の森川後ろから絶好、2番の森沢が捉えに行く。最後捉えたか、あとは7番の石井か、2番7番か。